こんばんは、レトQです。今日からサカツク04で新たなシリーズを始めていこうと思います。どういうシリーズかというと、アルビレックスに所属したことがある、もしくは新潟出身の選手だけで J1 優勝を目指すというシリーズです。どんな展開になるか分かりませんが、やってみます。どうぞよろしくお願いします。
リーキックになりました。直接狙うには絶好の位置ですね。さあこのセットプレー注目しましょう。黒部、来た。サンガ、ゲーム開始直後いきなり先制、1-0。超えました。中に入れた、入った。サンガ、前半残りわずか、ここで得点しました。2-0。時間は後半開始直後、2-0。シグナス、ここからどうするか。いかん。大きく逆のスペース、ボールを折り返す、ダーッと来た、ゴール。サンガ、一方的な展開、3-0。中に切れ込む、中払い。そしてここで試合終了のホイッスル。試合の結果はご覧の通り、3-0でシグナス、決定的チャンスを生かしきれず完封負けを喫しています。新潟縛りの第1回目は、元アルビの選手も1人獲得でき、施設も設置でき、順調なスタートを切れました。当面は選手補強中心となりそうです。今日も見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。